水と空気と光の惑星、宇宙の中で最も美しい星を支配するアーシアン。我々は50億年もの長い間君らを見続けてきた。だが今ほど君らに脅威を感じることはない。我々は君らに審判を下さねばならぬように、君らと共に生きるがある日、大天使ミカエル様、俺たちは今日本という国の新宿という町に来ています。ここは先に調査した香港と同様、アーシアンの活気に満ち満ちています。ミカエル様、香港でアーシアンに翼を見せてしまったミスについてはすでに花月屋からお聞き及びのことと思いますが。どうかお許しください。エデンに連れ戻すことはしないでください。ミカエル様、俺は今すごくアーシアンたちに興味を持っています。すごく好きになりそうな気がします。ですから今度は必ずミカエル様の満足のいくプラスの報告ができると思います。ミカエル様、約束します。きっとです。香港でのミスを絶対取り返します。お願いします。エデンには連れ戻さないでください。ただいま。遅かったじゃないか。え、まあほら、高野の生クリームを買ってきたよ。あ、読んだの？お前、誤字が多いぞ。なんだよ、勝手に人のリポート読むなよ。何がアーシアンが好きになりそうですだ。いいか、千早、もう無駄なプラスのチェックなんかやめてしまえ。俺の邪魔をするのはやめろ。何言ってんの。いいか、アーシアンはマイナス面だらけだ。テロ、戦争、自然破壊、果ては俺たちの宇宙にまで核を散らす。愚劣で恥知らず、これがアーシアンの正体だ。違う、違うと思う。まあいい。だがな千早、必要以上にアーシアンに関わるのはやめろ。調査員に干渉しちゃいけないんだよ。それに花月屋はマイナスの調査員だからってそんな考え方偏ってるよ。プラスのチェックをするにはアーシアンの内面を調べなきゃ。内面？いいか、俺たちの任務はどれだけ客観的な報告をするかだ。アーシアンの気持ちなど関係ない。なんでさ、そんなことないよ。現にお前が香港で犯したミスは、お前が必要以上にアーシアンに近づきすぎたからじゃないのか。あ、それは。いいか、もしまたこの間みたいにお前が失敗を犯したら、今度は俺のパートナーとしての資格が疑われる。軽はずみにアーシアンに近づくんじゃない。いいか、分かったな。生クリームだけは置いてけ。夕飯食べるんだろうが。違う。どうしたんですか？あれはミスじゃないもん。分かってて見てたんだもん。おかしくないよね。普通に見えるよね。君と変わらないよね。うん。でもどうして？俺は仲間を置き去りにしてこの国まで逃げてきた。滝。怒ってんだろうな。あのバカ。